はい、えー、それでは試験延期に伴う学習強化講座監査論について、えー、やっていきたいと思います担当はレック専任公久坂ですよろしくお願い致します担当の本試験がですね5月の24日から8月の23日ということでね3ヶ月延期になってしまったと で、えー、今日これ収録今してるのが6月25日なので、えー、これから担当式本試験まで約2か月ということになりました。でえっ、ー、ともうねあの担当本試験本来なら5月24日にある予定だったんですけどもそういう意味では今1か月ちょうど1か月ぐらい経ったと。 いうことで、えー、皆さんどういう実感かね、あのちょっと人によって感覚違うと思うんですが、長いですよね。正直まだ1ヶ月なんですね。で残り2ヶ月あると。 なので、えー、これ本試験までねやっぱりモチベーションを維持するっていうのがこれがとても大変な状況ですよね。で特にねあの今こんな状況でまあだいぶね緊急事態宣言とか解除されたとはいえどもまあみんな街中マスクして歩ってる状態で、えー、何かね、えー、ものすごい気晴らしができるかっていうとまあそういう状況でもないという中で、えー、どうやってね、えー あの本試験を迎えるべきかということでたくさんあの質問をねいただいていますなのでえそういったですね電話相談とかいろんな質問も内容も踏まえてえちょっとねえまあ15分20分ぐらいでえ動画をねえまあ撮りたいということでえ今回はあ,あのやっていますであのー、これ影山先生がですね全教科について えー、お,はお話しされている動画もあったと思うんでね、まあ、それ見られた方の話もね、えー、あ見られた方も踏まえて、えー、この動画「あの監査論」についてやっていきたいと思いますがあの影山先生おっしゃってたようにやはりね、えー、担当のの勉強だけをすすべきかか論文の対策もした方がいいいいっててこれれはあのー、各科目で悩ままると思いますで監査論もまだ2ヶ月あるというところでそこについてもね、えー、この動画で触れていきたいと思います。まあ あのそこがね大きいとこだと思います。であとはね一方でまあじゃあ租税はどうするんだとかね、えー、論文対策まあどうするのかということででえっ、ー、と論文は11月ね予定しているということですよね。まあ11月後半になるのかちょっとあのわかんないですけども、えー、そういったことになっているとで。 まずですねえっとこれは影山先生言われてましたが担当ポイントアップ騰連で7割ねコンスタントに7割取れてる方、まあ、これは論文対策の勉強をねしてもいいんじゃないかということでおっしゃられてました。で監査論もねまさにその通りだと思っていて、えーまあ、担当ポイントアップで7割以上取れていれば安定的に取れていれば、まあ、それはね、えー 基本的に何かあの大きな失敗をしなければ論文も合格点は取れるだろうというレベルだと思っています。なので監査論でも特に他の科目と差はなくですね担保で7割以上取れる方は論文対策をすると。 ただ論文対策をするといってねまああと2ヶ月あるわけですね。で、えー、どういうふうにやっていくかということなんですがあの監査論でね注意しなきゃいけないのはやっぱり論文と担当は対策がう対策が。 違うんですねで違うというのは範囲に関しては一緒なんですよえ一緒というかむしろ担当の方が範囲が広くて論文の方が範囲が狭いというイメージなんですねですからまあ、担当の勉強をしておけばあ論文対策にもなるとね。範囲的にはですね範囲的にはなるとで、えー、まあ大きく違うのはやはりね論文は書けるかどうかというところ なんですで、えー、論文に関してね担当から見て論文はどうかっていうとやっぱりですね、えー、書けるかどうかっていうところが大きい差があるんですけども今度じゃ論文の学習をばっかりしていると担当がどう見えてくるかっていうと論文の書く練習ばっかりするとですね今度担当で、えー、細かいところで引っ掛けてくるそういったねあの選択肢をあの選別する正しい選択肢か間違ってる選択肢かっていうこの 選別するる感覚がねやっぱり鈍るんですよねですからじゃあもうね時間があるから担当もある程度できてるから論文の勉強ばっかりやっとこうっていうのだとこれはねあの実力があっても担当に対応しきれなくなってまああの残念な結果になる可能性も出てくるわけなんですね。ですからまずね、えー、それぞれやはりあの試験の特色があるので、えー、やはりねそこら辺を踏まえて勉強していかなきゃいけないと。 いうことなんですねで、えー、一方でですねあの担当に落ちてしまった場合ですね万が一担当に落ちてしまった場合っていうのはあ論文は受けけれないわけですよで逆に担当にもちろん受かればね論文受けれるわけなので担当に落ちててしまうっこことはこれはれ本末転倒なんですねいくら論文の勉強を頑張ってやったとしても担当に受からなければ論文受けられないわけで、えー、それっていうのはねあのー、まああのー。 ねちょっと厳しい状態になると一方で論文の勉強を全くしてなくても担当に受かった っていう場合にはですね8月の23日から、まあ、論文がちょっと11月のいつか分かんないですけども2か月半から3か月ぐらいあると考えるとそこでね例えばじゃあゼロから租税法をやるっていうとそれはなかなか厳しいかもしれないですが監査論で言えばねある程度追い上げは効くと思うんですよ。というのも,もう担当に受かっていればあのもう自分はですねやっぱり会計士のにもう半分ぐらいもう慣れたっていうようなね え気持ちででででモチベーションで進んでいけけるわけです、ねえー、このいろんなコロナの状況とかありますけれども担当を受かっていればですねまあちょっとやそっとのことじゃあのモチベーションっていうのはねこうへし折られないですからそういった意味で担当に受かった後の集中力とこれ担当ね、えー、受かるかわかんないでやる論文対策の集中力ってのはこれ全然違いますんでそういった意味でですねこれ 気持ちの問題でで人によってはですね、もう、あのー、今の段階で論文の勉強して,ても、ねえー、ちょっと集中力は持たない、ねえー。5月24日の担当の式の本来あるべき日からもう1ヶ月経ってますけどもちょっと論文の対策もやってみたけれどもなんかね担当のことが頭に引っかかって論文集中できないよっていう方はもうね担当だけやった方がいいと思うんですね個人的にはね。 受、ね、かんなければ意味がないし受かってしまえばすごい集中力になるってことで、えー、そういった意味で、えー、担当は、まあ、かなりね、えー、重要視してやって,ていただきたいと。一方で、えー、論文もも確実に合格したいと、ねえー、いいいいととう思思でやられる方もいる方ます、ねえー、特に初回受験者であればですねまあ私だったらもう担当に専念するでしょうね。担当の本試験を 特に一回も受けたことない方とかはやはりね、えー、何回か受け,て受けられてる方と比べて精神的にもちょっと、ねえー、不利になる可能性ももありますもちろんあの強靭な精神力があってあの全く動じないって方はね、えー、関係ないかもしれないですけれどもやっぱりね慣れてる受験生と初回の受験生ではあ精神的にも違うということからすると初回受験生だったらあんまり手を広げずにですね、えー まあ担当対策をしっかりとやっておくということがあ私はね私だったらそれがいいかなと思ってますで、えー、まあ過去にですね担当一回でも受験したことがある方はあの試験直前のまあそうですね二週間前ぐらいまで えー、はあーなのでまあ、8月の頭ですね8月の10日まあ、もうちょっと前から8月の5日ぐらいかなそのぐらいまでは論文の勉強を一緒に担当の勉強と兼ねてやってもいいと思いますねはいただあの8月の、まあ、まあ1日でも5日でもいいですけどもそのぐらいからはもうね論文の勉強は一旦お休みにして、えー、監査論は担当だけをやればいいかなとこれは、えー 論文対策をこの時期にやろうと思っている方であっても8月の頭からは担当だけに切り替えるということを実践していただくといいと思いますね。でじゃあ論文対策として何をやるかと特に複数可燃度受験生の方が論文対策をやられると思いますがの場合はですねまあ一番いいのはプレトーレンなんかがいいと思うんですね。 プレトーレンはあの非常に基本的な問題を扱ってはいるんですけれども実は本試験で合否の差がついてるのって正直プレトーレンレベルの内容だというふうに実感しています。 過去合格者不合格者の方の、えー、答案をね、えー、見ていますけれどもやっぱりね不合格だった方って監査論の論文式の第1問第2問ってあってで第1問,問,問が純理論的な問題なんですけども第1問がとにかくできてないんですで、でで受かった方は第一問ができてるんです。じゃあ第2問の事例問題はどうかというと事例問題はね大して差がないんですよ。 でもちろん今後ねあの試験傾向が変わって第1問が事例問題第2問が理論問題。 あるいは第1問も第2問も事例問題とかいろいろあるでしょうけれどもここのところもう5回以上ずっとですねもっとかな78回ずっと第1問が理論第2問が事例問題という中で、えー、事例問題はね実はね実あんまり差がつかないんですねでなぜかというとこれはですね皆さんやっぱり会計士試験なのであのどんな苦手だと言ってもね財務会計論とかをしっかりやられてると思うんですよ。で財務会計論とか、まあ、管理会計もそうですけどもやっぱりねそのお計算科目やられてる と実はね監査論の第2問の事例問題も、えー、売掛金とかね売り上げとかあ売り上げ減価とかそういったところがテーマになることが多いので意外とかけたりするんですねあるいはね有価証券の評価方法をちょっと書くようなあ監査論の第2問目の問題も過去ありましたね。ですから あの意外とねあの監査論の知識がちょっと薄かったとしても解ける問題が結構第二問にはあるんです。一方で第1問は監査論のもう理論的なコテコテの問題。しかも例えばね、えー、合理的な保証ってどういう意味ですかとかね試作採用の根拠って何ですかみたいなことをちょっと言い方を変えてですねあのー、問われると。 だから言ってみれば入門でもね、えー、やってるような内容だったりするんですがそこが受かってる方はきっちり取れてるけれども残念ながら不合格になった方は全然できてないということで、あのー、合否、ねえー、の差を、あのー、決めるのは、まあ、差をつけるのはあのー、基本的な論点。 だとこれ断言してもいいんですねでそうするとプレトーレンをやっておけばですねそこの部分がカバーできるんですよしかもプレトーレンで通ってる内容ってそんなに長く論述をしていただく問題じゃないので、えー、担当にも役に立つということからまあ今ね、えー ちょっと論文に本気でかじるのはちょっと怖いけれどもでも担当だけじゃ不安だっていう方はね担当もうプレトーレンなんか余裕だよという方はね、えー、まあ過去問をやるといいかなと思いますね過去問あるいは <laughs> ごめんなさい「論文グレードアップトーレン」これやってもいいですけども。 なかなかね、他の科目もあって、そんな時間ないと思いますので、まずね、プレトオレンがしっかりできるレベルというのが大事。で、それが余裕な方は、過去問とかロングレトオレンをやってもいいと思います。ただ、くれぐれも論文一辺倒の勉強にはしないでください。それやるとですね、せっかく今まで担当の監査論の感覚で、ね、選択肢を選ぶ感覚をつ培ってきているのが台無しになってしまいますので、で、そっからですね、あの計算科目ほど取り戻すのは大変じゃない。と とは思いますがただねあのー、せっかく養ってきた感覚を落としてしまうのはもったいないのでやっぱりね個人的にこの8月の頭ままではどんななにに論文に時間割割いいいてもあの7割ぐらいかなと思いますただあのー、それはよほど自信ある方で、まあ、プレトーレンと担当対策をやるっていう方はですねまあ、プレトーレン5割担当対策5割ぐらいがまあせいぜいかなと思います。 で先ほども言いましたが初回受験生とかでねもう担当の合格をとにかくしっかりあの確実にするんだという方はもう担当一辺倒でも全然いいと思いますね。であのー、あとねその担当じゃ一辺倒になった時にえ少しでも論文を有利にするためにはですねこれ影山先生もおっしゃってましたけどもやっぱり頭の中でえ実際書かなくていいので頭の中で答えを言える。 その程度にちょっと、ね、担当の問題を使いながら空で頭の中で言えるようにするっていうのはこれ非常に大事ですねで、あのー、これ二宮先生もおっしゃってたかもしれないんですけども、あのー、管理会見なんかね、あのー、理論問題で書,く書いても一行だとか二行だなんておっしゃってたと確か思うんですけども監査論は確かにですね論述するスペースって五行六行の問題とか出てくるんですよでもね これ5行6行書きゃいいってもんじゃないんですよ論文のあの講座でも言ってるんですけど あの嘘を56行書くんだったらはっきり言ってあの事実のね、ちゃんとした答えになることを1行書いいいた方がよっぽど点数いいですでこれはあの過去の答案本試験の答案を見ていて、ねえー、それを確実にそうですね。で嘘を56行書いて埋まって、えー、答案を出すと出した時はねすごい満足だと思うんです周りの受験生もねあの書けてない人が多い中で、えー、いっぱい書けたっていうことでなんかできた気になると。 点数悪いんですよで、えー、もちろんねあのちゃんとした政党があの5、6行とは生まればいいですけども正直ね監査論も論文って時間がないんです担当は時間はかなり余ると思うんですけども論文は時間がないそんな中であの論文を全てね、えー、記述するっていうのは不可能なんですよで、えー、嘘も書いちゃダメと。そうなると端的に、えー、答えを書ける方がよっぽどいいんですで端的に書く そうするとじゃあ1行2行書くってことになると結局ね論述力なんて見れないんですよはっきり言ってキーワードを並べて、えー、問いにしっかり答えると問われたことにしっかり答えられれば点数いいんですねでそう考えるとじゃあ書けるって何なのかっていうとしっかりとですね問いに対応した言葉 ね、監査論の専門用語などを思いついてそれを端的に書けることなのであんまりねあの論述力っていうのを、あのー、もう今ねこれ担当目前にした場合には論述力をそんななに意識しなくていいですでそうなるとですね担当対策をしながら論文に生かすためにはやはりね担当の選択肢を見てバ×判断する中で、えー、それをねあの判断した後でもいいので頭の中でですねちょっと復唱してみてください。 えそういったことであの実際手を動かして書く時間というのはもう本当にプレトーレンぐらいしかないと,ないと思いますので、えー、もうね頭の中で言えるようにするとでもっと言えばプレトーレンはちょっとやるんだっていう方でもプレトーレンの回答をね自分で手で書いてたらとても時間なくて、えー、他の科目もある中でもう不安だよっていう方はあの別にね、えー、回答を一回見ちゃっていいと思います。で回答をを見てててししまっっそれをです、ね、頭の中で、ね、ちょっとと復習してみると ね、頭の中で言ってみるっていうのがこれがね大事ですね。でそれをやることで論文に大きくつながってくるしそれがそのままね論文の論述っていうところに書、まあ、けるようになりますからそういった意味でですね担当対策をする中で頭の中で言えるようにするっていうのがあの非常にねであっという間にねあの時間が15分以上経ってますんで。 あのもう一つはですね今公開模試ね公開模試の2回目これをね実施することになりましたで公開模試の2回目で監査論はですねその中でまたねちょっとこうモチベーションとかですね学習のまあ,あの今の皆さんのねペースを確認していただくと同時に改正論点ね3月の17日に改正された四半期レビューの基準とか ですねまあ、実務指針ですね、えー、まああるいは内部統制の、ねえー、実務指針なんていうのを盛り込んでいます。で、えー、もちろんねそこら辺っていうのは四半期レビュー基準とかね、えー、変わった時にあの改正論点あの でででやってるんですねで監査基準も平成30年とか令和元年の改正もやってるんですがちょっとねそこに付属,あの付属する論点も公開模試の中に入れてますので公開模試で改正論点もね、えー、しっかり、あのーまあ、復習プラスプラスアルファやっていただけると思いますんで絶対公開模試はね受けていただきたいというふうに思います。でであととすねえっ、ー このね、やっぱりあの休みの間でやっぱりねあのモチベーションの持ち方次第でこれ下告状が起こると思うんですよ、ねあのー、本来、まあ、そういう方よくないかもしれないですけどももともとはあの,の試験日だったらね5月24日に試験をやっていたならばあー残念な結果になってたであろう人が8月の23日になったために合格できることになったっていう方も結構出ると思うんです。逆に 5月24日に順当に試験を受けてたら受かってたのに8月23日になったために落ちてしまうっていう方も出てくると思うんです。でこのね動画この6月25日のこのタイミングであのこれねあの公開するのはやっぱりですねあの普通の試験で言えば何月かというと5月24日であれば3月24日なんです。 いいでですすかその感覚ですね今皆さんは通常の試験であれば3月24日ぐらいまあ3月25日ぐらいの段階にいるわけですね。ですから結構ねそう考えるとあのー。 換算して3月の25日ぐらいだって考えればまだできることありますでしょ、ね、なので今ねこの5月24日から1か月たったけれどもここであんまりねなんか調子悪かったんだっていう方も今からやればね十分これあのバンクラスのをねえできますので逆にえここからしっかりやらないと抜かれてしまいますよ。ですからしっかりとねえここから大切だと思いますんでぜひ頑張っていただきたいと思います。であと あの、これ影山先生もね、おっしゃってましたけど、体調管理ね。これ、本当に気をつけていただきたいと思います。あの、まあ、あの、ね、無症状の感染とかね、いろいろありますし、あの、まあ。 ね、状況はあれですけどもこれ万が一感染してしまったらこれ試験受けられないですからねもちろんあの人にうつすとかねそういったこともありますけどそれ以前にあのこれ感染してしてまったらら試験受けられないさらに言うとこれどうなるかわかんないですけども会場もねまだ発表されてないからどうなるかわかんないけれどもこれあの。 一般的に今ね例えばあの学校なんかね、えー、学校なんかではあの入り口のところでですね非接触型のあの体温計でこう熱測って門から入れるかどうかってあのやってるんですよ公立の学校とかねでそうするとこれもしかしたら本試験もですねこれ熱があったら会場入れないかもしれないねそういうこともありますよだからあのこれがコロナなのか普通の風邪なのか分かんなくても熱があったら入れないかもしれないってなると。 これはですねねあのー、体調管理、ねえー、もう是非気をつけていただいてまあ、無理なことはせずになんとかね本試験まではあのー、まあ、熱をね極力あの本試験の時に出さないようにねあのー、気をつけていただきたいと思います。ね、で、えー、まあ、あとはですね、えー、本試験まあこれいつも言ってることですけどもあのー、もうね平常心でこの コロナがあったから関係なくね、えー、もうあの受けていただきたいですがその平常心で受けるためにですねあの忘れ物とかねえっ、ー、とあえてこの動画で言う必要もないかもしれないですけども注意してくださいねあの例えば私なんかだと電卓をね3つくらい持ってってましたし筆箱もですねあのバッグの中とねあの に2つ入れてですね間違えないああ忘れてもね大丈夫なように、ね、どっかに置き忘れても大丈夫なようにと、ね、いうことで、えー、対策してましたそれとプラスしてですねまあ,あのコロナの影響があるか分かんないですけども電車もね、えー、これ何があるか分かんないですよ、ねえー、なので、えー、やっぱりね試験会場には買い物と同時に行くぐらいのね、えー、感じでついていただくのがいいと思います。ね、最悪はタクシーででも間に合ううっていいいぐらいで行かないと あのこれ試験会場にあの遅れて入れないなんてことがあったらこれもね大問題ですから、えー、そういった意味でですね、まあ、特に今回ね世の中いろんな大変な状況ですからあの <laughs> そういったところも踏まえてですね、えー、あの試験対策していただくといいかなというふうに思います。 はい、えー、ちょっとね、えー、時間オーバーしてしまいましたけれども是非ね、えー、この2ヶ月本当大事ですから、ね、2ヶ月終わったらね、えー、とりあえずこれ担当終われば、まあ、すぐ論文が待ってるとはいえども、ね、ちょっと気持ちが違いますからなんとか中、えー、だれにしてた方もねあのここからあの変わっていただければ十分間に合いますんで頑張っていただきたいと思います。ははい、えー、それではね監査論の えーまあね、試験期に伴う学習強化講座ということで、ねえー、何やるべきかということでお伝えしていきました来ました、はいえー、それではねぜひね皆さん体調を気をつけて頑張ってください。はい、それでは、えー、ごご聴ありがとうございました